ことだよ。何にもないですね。確かに。あれ、ソミヤさんだ。ん？もう帰ってきたの？ああ、留守中はすまなかったな。気にすることないよ。誰かさんがいないおかげで気楽にやらせてもらったからね。誰かさんって私のことでしょうか？さあ、誰のことだろうね。しらじらしい。それより、なんか一人増えてるみたいだけど、またどっかで拾ってきたの？いや、新しくうちに配属されたんだよ。ふーん、新兵か。ティアです。よろしくお願いします。なんか間延びした子だね。慣れればそうでもない。こんなんで大丈夫なのかね。俺に聞くなよ。この人は誰ですか？ん？ああ、ソミヤだよ。まあ頑張りな。はいです、頑張ります。じゃあね、あたいは巡回に行ってくるから。午後からは私たちの隊が。いいよ、どうせ疲れてるんだろ。代わりに行ってきてあげるよ。やった、ラッキー。ハンナ、いいじゃん、代わってくれるって言ってんだからさ。その子の言う通りだよ。あんたたちはゆっくり休んでなよ。じゃあね。あ、ちょっと、隊長、いいんですか？何が？何がって。いいじゃないか、楽させてもらったら。う、聞いた私がバカでした。ほら、行くぞ。着いた着いた。結構広いんですね。隊長、どちらへ？疲れたから寝る。え、ご飯食べないの？今日の炊事当番は。この前はハンナが作ったから私ですね。どうかしましたか？飯はいいや。さっきの間は何なんでしょうか？タイはない、おやすみ。ちょっと隊長。何やってんだ、こんなところで。何をしてようが私の勝手です。勝手って、今日は炊事当番だろ。誰も私の料理なんか食べたくないでしょうから。何怒ってんだよ。怒ってません。怒ってるじゃないか。怒ってませんってば。じゃあ作ってやれよ。だから食べたくないんでしょ。誰がそんなこと言ったんだよ。隊長じゃないですか。俺が？いつ？さっきです。ん？うん、あーじゃありません。だってお前の料理は野菜の大きさはバラバラだし、ちゃんと火は通ってないし。どうせ私は料理が下手ですから。下手だからとかじゃないさ。何が違うんでしょうか、私に。なんというか、そう、心がこもっていないんだよ。またそういう奇弁を。まあ聞け、お前は仕事として料理をしてるだろ。それはお仕事ですから。それがいけないんだ、
それが。ハンナを見てみろ。みんなに美味しい料理を食べさせてあげたいって思いながら作ってるだろ。よくわかりませんが。そういう思いが料理を美味しくするんだ。そりゃハンナは上手ですから。私みたいなのがいくらそんな風に思って作っても。いや、料理の上手下手じゃない。そういう思いが料理をうまくするんだ、きっと。お袋の味とか言うじゃないか。お袋の味ですか？あれだってお母さんが子供に美味しいもの食べさせたいって思うからうまいんだよ。わかるか？心だよ、心。なんとなく。やっぱり真心込めて作らないとな。じゃあ隊長も心を込めれば食べてくれるんですね。ありが。はい。それとこれとは話が別。おはよう。おはようってもうお昼ですが。いやわ、まだ寝てます。巡回に行くぞ。わかりました。じゃあ私がティアを起こしてくるね。教えるんじゃないの。だって本当じゃん。あのね、ちゃんと決まったポイントを回ってるんだからね。そうなの？あんた今まで何やってたの？何って巡回だよ。はあ、たまに立ち止まってあたりを見てたでしょ。そこのことよ。ああ、休憩じゃなかったんですか。あんたたち。あ、隊長、あれを。ん？敵でしょうか。だろうな。あんな部隊のことは聞いてない。どこから来たんでしょうか。海。そんな、海なんて渡れるわけ。来た方向には海しかないよ。ですが。現実だけ見ろよ。あ、はい。なんか運んでるみたいだね。何を運んでるんですか。さあ、どうすんの隊長、ソミヤさんたち呼びに行くの。そうですね、私たちだけだ。この先に森があったら。はい、そこで待ち伏せる。え、でもいっぱいいるよ。全部相手する必要はない。護衛隊はやり過ごせばいい。あ、そっか。それに見失いたくない。あのね、気になる。隊長、来ました。ちゃんと隠れてろよ。あ、はい。あ、また噛まれた。歯が多いです。うっとうしい。あんたたち、静かにしてなさい。ああ、
長、あれは。静かにしてろ。この森を抜ければ敵の勢力圏です。分かってる。二打隊を急がせろ。は？副兵だ。は！二打隊、急げ！見つかったか。隊長、どうすんの？仕方ない。仕掛けるぞ。君か。には置いていってもらおう。と言えるほど有利じゃないと。隊長、格好悪すぎ。二打隊を急がせろ。行くぞ。行くぞ。こう。今、助けてあげるよ。行くぞ。こう。行くよ。
わりだよ。行くぞ。終わりだよ。行くぞ。終わりだよ。
行くぞ。終わりだよ。相変わらずいい腕だね。あんたもな。大丈夫やった。浅いか。こいつはもう使えないな。気に入ってたんだけどね。そんな。女？隊長！悪いね。今日は引かせてもらうよ。あ、ちょっと！兜のお礼はそのうちさせてもらうから。隊長、追撃は？いや、いい。ですが、馬に追いつけるわけないだろ。それに伏兵がいる可能性もある。そうですが。基地に帰るぞ。